はい、皆さん、こんにちは。ヨカジェネレーション代表の三木蔵でございます。いつもチャンネルご視聴いただきまして、ありがとうございます。今日もハワイからこちらの人気の先生をお招きしたいと思います。アシュタンガヤガティーチャー、横藤フ先生です。イエーイありがとうございます。アロハ。あの、前回は耳をつけて、近年の抱負なんかを語らせていただきましたが、 今日は通常営業に戻りたいいいいと思いますいろいろねアシュタンガでねよくいただく質問とかねはい、はい、ありますんで今日はそれをテーマにしたいと思います、うん、まずお題から発表したいと思いますアシュタンガと年齢についていいですねなんかねうん僕が業界に入らせていただいた18年前は アシュタンガのみやっぱ一番男性多くてうん、うん、アシュタンガは男性が結構いてうん、うん、でかつやっぱり当時は、うん、20代30代40代前半ぐらいの女性もね含めてやっぱ若いもちろん、まあ、全てのヨガが若かったけどだったんですよただうん、うん、やっぱそこから18年たち今僕らが見えてる景色っていうのは そのアシュタンガーヨガっていうのが別に20代30代だけのものじゃなくてまあ50代ひいた60代の方からもうお問い合わせをいただくものにまあ変容が起きててでこ,ここで常に言われるのが50代なんですけど大丈夫ですかうんうな。なのでこの年齢ってねまあジャストナンバーだと思ってるんですけど。 年齢についてじゃあ陽子先生にこう聞くったらなんて答えてもらえるのかなという、うん、そんなお題でございますそうですねいやこれ本当なんかねいいネタだと思うんですよ私も僕はねあのー、この話はいろんなところでしてみたいなと思ってるんですけどっていうのがやっぱりまず最初に言えるのがその三木澤さんも言ってる通りに私もね 私も先生に1617年ぐらい前かな1617年前にやってやっぱりこう年代変わってるじゃないですか10年十年とかね20年とか経ってくるとでだから今までその先生だった人たちもなんかその 一番なんか大なんか有,有名っていうか何ですか引っ張ってる先生たちもまだ若かったじゃないですか、うん、でその人たちもこう年齢重ねていってだからやっぱり有名なヨガの先生とかでもこれまあ世界的に見て60代70代とかまあっていう方々も増えてるじゃないですかでそれとあともう一つ言えるのがもう一つ言いた,言い,たいのが私が私もなんかいつもこう いろろんなとところでヨガをやったりとか私も海外とかでいろんなところでヨガやってますけどやっててあタンがですよあタンがやっててやっぱりね年先生の年齢と生徒の年齢層って近いんですよね例えば20代の先生のところってにはやっぱり20代とか30代とかそういう生徒さんが来て私とかだともう40代半ばなんですよねそうするとまあ30代40代あと50代が結構多いんですよ私の生徒って。でまあ例えば50代ぐらいの先生になってくると今度は40代50代60代。 時代とかっていうもちろん例外もありますよ若い子が来たりだとかっていうのもあるけどでも何だろうなそうやって年齢その先生の年代プラスマイナス10歳から20歳ぐらいの幅がやっぱり多いんじゃないかなって思うんですね。うん、でっていうのも、まず まあだからアシュタンガに関してじゃ,じゃあちょっと話がちょっといろいろ言っちゃうんですけどアシュタンガに関して言った時にやっぱりこう昔ってだからみんなが若い人がやってたじゃないですか男性だとか若い子とかがやってるからやっぱりこう若い人がやるヨガっていうイメージがちょっと強かったと思うんですよね。なんだけどだんだんこう先生方もこう年齢が上がっていってでそういう先生方も。 明日がだからその若い頃にやってたやり方とは違うかもしれないけどやっぱり続けてるんですね。私もだからやっぱり60代とかの先生と勉強したりとかあのさせてもらうこともあるんですけどやっぱりその人たちもやっぱり昔みたいなことまでやってないけどでもやっぱり練習は自分の練習はずっと続けてるしっていう話を伺ったりするんですね。私私もだかららそういうういい意味ででと60代ぐらいの先生で私が 20歳ぐらい違う,う先生からこういろんな教えを受けるときにいろんなお話聞いたときにあ60代の人たちってこういう風に練習するんだ,だからこの人たちっていうん、のは60代の人たちでももう30年とか40年とかあしたがやってきての60代の人とか。<の> もそうだし、まあ、私に関しては私20代から始めてて今40代に入ってるじゃないですか。でその40代その間の流れのことがだから大体20代から始めた時30代が始めたから40代の時で私のさらにその上の先生見たりとかするとこの幅でいろんなことが分かっていくるんですよね。 どういうふうに明日がって昔だから私が例えば20代の頃に教えた頃に60代のこと方がいらっしゃったきだったらどう教えていいか多分分かんなかったと思うんですよね。でだけど今私が40代になって半ばぐらいになって私も50近くなってきたりとかする時とあと私の先生だとか他の方々が60代の方とかいらっしゃった時に。 その方々のようどういうふうにで向き合ってるのかとか、お話聞かせたりとか、体の変化とか、聞かせてもらっていく上で、どういうふうに向き、アシタンガと一緒に練習していくのかっていうのが、なんかいろいろ言えるんじゃないかなって思うんですね。まあ、そんなのを合わせて 年齢でも何だろう年を重ねても明日ができますよっていうことだし実際に私のクラスとかでも RIT200 とかでも、あのー、60代半ばから後半の方もいらっしゃったこともあるしいらっしゃってるし50代,の人50代の方なんかたくさんいらっしゃいますよね50代もすごく多いし、うんまあ、もちろん40代30代20代と、うん、やりますけどでもみんなそれなりにだから何だろうなとは言いながらもうその アーサナの完成形で求めた、でもこれは20代でも変わらない話なんですよ、うん、実は。アーサナのこうポスター見て、こう完成形見て、これやるって決めたら、決めてこういやその形だけ求めたら、絶対気がするんですよね。なるほどじゃなくって、その自分の体の使い方だとか、向き合い方だとか、うん、そういうことを学ぶツールになってほしいんですよね。ななるほどな 分かりますあのどうですか皆さんあの陽子先生はまず年齢は関係ないと何歳からでも始めるであの気持ち分かりますあの50代60代の方があの陽子先生が写真に写ってるようなああいう素晴らしいポーズのねあのこんな足がこんなになったりとかっていうポーズをですねあれを あれを切り取ってやりたいあれができるようになりたいってなるとやはりそこには怪我がつきまとったりとかそういう物理的な問題だったりとかっていうのがありますけれどもヨガが目指すところはそこではないっていうふうにミキゾうはあの聞こえましたあくまで自分の中で何が起きるか自分のスピードで自分のリズムでっていうふうに聞こえたのでまあ今日はねアシュタンガと年齢っていうところでお聞きしましたけどまあ年齢はやっぱりそういう意味では関係のないただ 付き合い方っていうのはやっぱり年齢でねちゃんと練習の仕方も、なんかそれにフィットする付き合い方があるのかなっていうふうには感じましたのでまあその辺は。 どうなんですか20代の時の自分と40代今半ばになった自分のヨガとの付き合い方っていうのはなんか変容があるんですか横先生は。まあも,うもちろん違いますよだからうういやもちろん違うしなんか体のこう怪我の仕方とかっていうのもちょっと違ったりしますよねだから多分40代50代60代の方だとかも,もうわかるのはなんか昔だったらこれぐらいやっても大丈夫じゃんみたいな感じでちょっとやったところがなんか ぴきッとか言っちゃって、あれ、昔こんなことで怪我しなかったのにみたいなことが起こったりするじゃないですか。でも、これって、いやね私ね、こね、反比例のグラフだと思うのような感じがするんですよ。若い頃って、で私もなんか生徒さんでも若い子とかいるんですよ。なんか、ティーネージャーみたいなこと,とかもで、その子たちが無茶して練習するじゃないですか。で、うわ、その人は怪我するって思うんだけど、例えば私がそ,のそれを40代、50代の方にやらせたら、多分回復にすごい時間がかかるから。 そんんななこととやらいいけないと思うんですねだけど、うん、若い時って幹曽さんもわかるじゃないですか若い頃って部活じゃないけどバカみたいに体を動かしてこんなことしてもでも治ったりするじゃないですか、うん、でなんか経験値が低いんだけど体力と回復力があるっていうこういうとこがあるじゃないですか、うん、でやっぱり年齢か重ねていくとこう回復力がこう下がってくるかもしれないけど経験値が増えるじゃないですか。ど、うん、どんどん経験値ががが増えててていくとと、うんまあ、回復力が下がっててもここまでやると おかしなことになるぞとかっていうことがだんだん賢くなるじゃないですか。なら年齢重ねたヨギーの人ってあのやっぱり賢いんですよね、ある意味。で、ある意味、ありまあ、だからそれをどうだろうな、もちろん性格もありますけどね、でもそれを,こうそれを学びに来る場所だと思ってほしいんですよね。うん、なんかそんで、あしの場合って、あとはいいところ、これはもう私はシしたがめちゃくちゃだから、この話はいつもしちゃうんだけど、あタンがのすごいいいところって、 毎回同じことやるじゃないですか。か今日はこのポーズやって、今日のこのポーズやって、今日は前屈、次は後屈、今日はなんとかとかじゃないじゃないですか。毎回同じことやるから、基準点がずっと一緒なんですよ。ね、で、それに対して自分のマインドだとか、体だとか、こう、この基準点に関して動くじゃないですか。うん、だから、あこういうマインドの使い方で、なんか無理強いしたやり方でやると、この練習で怪我する。うん、これをもうちょっと我慢してやるとか、なんだろうな、も,もっと呼吸してやると、まあ、 プラクティス基準だからそうするとそれに対してこう体が寄り添ってくれたりとかするんですよね、うん、マインとかが、うん、マインドとかによって、うん、まあそれが私はもうすごくいい練習だと思ってるんですよねよくわかりました皆さんどうですか、うん、あのおそらくこれご視聴いただいている中でもお年齢層が若い方だけじゃなくてまあ40代50代60代の方も非常に多いよ、ね、実はヨガジェネレーションの youtube チャンネルはもう 後ろ側で管理者だけが見れるあのデータで見ると,、えー、っと37歳から64歳までで70%を占めるんですね。だからそう,そうなんですよ。今日の,あのご質問のテーマはね非常に刺さる話ができたんじゃないかなと思いますし50代60代からでもですねあしたがよやっていただけます。でうん 今年の4月から第23期目の横先生の RIT200 講座も始まりますから、すべて概要欄に貼っておきますので、でうん、毎月のように毎日のように、えー、マイソルクラス、ハワイと日本をつなぐオンラインクラスでマイソルクラスもやってますので、よかったら、こちらから入っていただくのもいいんじゃないかなと思いますので、うん、ぜひ分けてください。さん、はい、最後にこれだけ言っていいですか。RIT200、はい、の,のとこ,ことなんだけどあの、ちなみに私、私、身体能力高いんですよ。 ご存知だと思いますけど、ご <laughs> 存っだと思いますけどっていうのもなんだけど、身体能力高いから、私がいろんなアーサーなできるじゃないですか。だから、みんなあの RIT に入って、全部できなきゃいけないって思っちゃうところがあるのかなと思ったんですね。うん、いや、そんなことないですよ。私あの、みんなにこれを全部やれとは言ってないし、あの言,言わない、言ってないし、そう、言ってないし、やっぱり一番私が覚えてほしいところは、その、 どういう向き合い方だから自分なりのやり方をみんなに見つけてほしいなっていうのは思ってます。そこだけは最後にお伝えしておきます。ぜひ、横先生に会いに来てください。はい、説明会もやってます。それでは皆さん、またお会いしましょう。はい、横先生、ありがとうございました。ありがとうございました。はいでは、では、もっと。